幻想郷を離れて、現実世界へ旅に出る。か。そうだよな。ずっとこのままってわけにもいかないよな。幻想郷を離れる。はい、現世に出て世界中を旅します。さっきも言いましたが、オーブの回収を最優先しないといけません。幻想郷にいてもこれ以上集まることはないでしょう。むしろ異世界である幻想郷、冥界、限界にあるオーブを先に入手できたのです。これはラッキーだったと思います。そうか、幻想郷を離れないといけないのか。せっかく平和が戻ってきたのにな。でもこれは僕の成長のためだ。弱音なんか吐いちゃいけない。わかったよメリア。それでその現世の旅は僕とあとは誰で行くの？私とセッカちゃんです。私たちは専属神、ご主人と共に行きます。それにセッカちゃんには専属神として教えないといけないことが山ほどありますからね。桜花はどうするんだ？桜花ちゃんは連れて行きません。行くのは私とセッカちゃんだけです。セッカは大丈夫なの？セッカちゃんには専属神になってすぐに伝えています。それからセッカちゃん、桜花ちゃんと一度も会ってないみたいです。確かに。見たことないな。この3日間はセッカちゃんの心の整理の時間です。本当はセッカちゃんがふんぎりついてからご主人に話すつもりでした。そうだったのか。私、戻ります。メリア。ご主人の心の整理、お願いします。お時間はいくらでもかけていいので。せっか。僕も切り替えていかないとな。これは僕のための旅で、それにメリアとセッカを巻き込むんだ。僕が一番しっかりしないと。ふう、少し夜風に当たろう。もう少しで秋か。これからどんどん冷えてくるんだろうな。桜花を幻想郷に残す。いや、わざわざ残す必要なんてない。実家に帰ればいいじゃないか。あの家は要が使ってくれるだろうし、霊夢たちもいる。何も心配する必要なんてないんだ。仲間ってありがたいよな。あれ、あそこに誰かいる。メリア。ご主人、なんで？夜風に当たりにね。メリアは。私もです。ねえ、ご主人、一つ聞いていいですか？ああ、いいよ。私から聞いた、ご主人の記憶がなくなる前の話。あれを聞いてご主人はどう思っていますか？近くへ行かな。よいしょっと。本当に近いですね、ご主人。そうだね。きっとメリアが聞いてるのは僕が悪意に汚されて、メリアが僕の力を奪ったことだよね。はい。そんなのメリアは悪くない。昔の僕が悪い。え、でも。メリアはよくやってくれた。絶望的状況の中、必死に僕を救ってくれたんだ。だからこうして僕はここにいる。感謝しかないよ。おそらく、メリアはずっとこのことを罪だと思ってたんだ。この2年間、本当に辛い思いをさせた。寂しい思いもさせた。ご主人。もう、背負わなくていい。僕は、いや、俺はもうメリアには絶対に寂しい思いはさせない。ご主人。ごめんね、寂しい思いをさせて。ごめんね、記憶を思い出せれなくて。ご主人。メリア。ずっとずっと寂しかったです。責任、取ってくださいね、ご主人。ずっとずっと、おそばにいますから。メリア。はい。今回のオーブ探し、俺にとって、罪滅ぼしなんだ。以前の俺が犯した罪を今の僕が果たす、それが僕の役割だ。だけど不安もある、情けないけどね。私がいます。今はセッカちゃんもいます。大丈夫ですよ。ご主人。ありがとう、心の整理がついたよ。行こう、俺は前に進む。そしてまた以前の俺のような強さに戻る。俺、なれませんね、ご主人。はは、今くらいカッコつけさせてよ。ご主人はいつもかっこいいです。よし、体も冷えたし。帰ろっか。はい。今日くらい腕組んでもいいですよね、ご主人。あ。パト、起きなさい。待って、あと数分寝かせて。メリアちゃんとイチャイチャしてたから寝不足だったのかしら。ばっか、ちゃんとあの後部屋に送ったよ。あら、送り狼にならなかったんだ。えらい。でしょう。って、なんで昨日のこと知ってんだー。もう、それはメリアちゃんが早朝早くから私を叩き起こして自慢してくるんですもの。ねえ、セッカちゃん、ご主人と付き合っちゃいました。そうなんだ。ちょっと、背中痛い。そりゃあ、朝からずっとまあ、ハイテンションだこと。そっか、でもキスは。別に気にしてないよ。専属神って主に一生尽くす神でしょ。だから私は専属神のメンバーならパトが好きでいて当然だと思っているし。逆にパトも専属品になった人を愛さないと、一生寂しい思い、させちゃうでしょ。そうだね。人の常識なら浮気だよ。うぐ。でも専属品は違う。本当に永遠を誓う。それはメリアちゃん、私、まだ会ったことないけど、アリシアさんも同じ。パトは専属品全員を愛してほしい。セッカはそれでいいの？言い訳ないでしょ。だから私なりに全力であなたを愛すの。そっか。でもメリアちゃんもこの先できる専属品の子たちも絶対に悲しませたらダメ。僕には難しいな。ふふ、パトならできるよ。こうやって私やメリアちゃんをちゃんと幸せにしてくれてるんだもの。そっか、それならよかった。ほら、起きたならご飯作ってるから降りてきて。せっか、まだオウカとは話せてないの？うん？私ね、まだオウカにこの姿を見せてないの。なんて、すごく綺麗なのに。でも以前の私とは違う。それに次オウカと話しちゃうと、別れを切り出せなくなる。だから、昨日、約束したの。今日で全部話すって。セッカには苦しい選択をさせてる。それは本当に申し訳ないと思ってる。パトのせいじゃないわ。これは私が決めた道。だから私の力でちゃんとけじめをつけてくるから。それまで、待ってて。僕もメリアもずっと待ってる。後悔しないようにオウカに挨拶してきて。うん、ありがとう。それじゃあ明日で待ってるからね。セッカはオウカとずっと一緒にいたんだ。別れるのは辛い。僕はずっと待つよ。さて、支度してご飯食べようかな。ねえねえご主人、今日一緒に寝ませんか？ごめん、僕一人じゃないと寝れなくて。ああ、また僕になってますよご主人。ははは、そうだね、気をつけないとね。それじゃあ寝る。さらば。ごめんよ、僕は修羅場を考えると恐ろしくて恐ろしくて。僕のヘタレ、爪。禁止ですねご主人。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も、楽しんでいってね。